孤島の政治を基調としながらも、独自の造形と清澄な悠長による品格の高い作品、天聖から静かなる青への政治の世界を展開されている河瀬忍氏。単なる中国陶磁器の模倣ではない、作者独自の境地である静筆な白磁の世界。心の琴線に触れる白玉線。